株主総会の冒頭角和夫会長は心配をおかけしていることを心からお詫びしますと謝罪二度と発生させないようグループ一丸で全力で取り組んでまいりますと述べ歌劇団のガバナンス体制を強化することなどを報告しました。